阪海電鉄株式会社は、かつて、大阪府大阪市何枠のあわら橋駅から、大阪府堺市の浜寺駅を結ぶ、軌動線を経営していた、鉄道会社、開業時、すでに、大阪府大阪市何枠の恵比寿町駅から、大阪府堺市の浜寺駅前までを結ぶ、南海鉄道半海線が存在したことから、この南海鉄道半海線と区別するため、 新半海と呼ばれていた路線でもある。そしてまた、大阪市内浜寺間には、同じ軌道線である、南海鉄道半海線のほかに、鉄道線という強力な、南海鉄道南海方位線との競争が存在し、さらに沿線は、大阪湾林海部の過疎地域であったことから、旅客営業は芳しくなく、おまけに、風水害の被害をよく受けるなどした。戦時体制か、 軌道事業を管轄する監督官庁である内務省及び運輸通信省並びに半海電鉄半海線が走っていた大阪府道29号大阪臨海線を管理する大阪府からの要請を受けた大阪市が大阪市議会での半海電鉄株式会社の買収に関する議案の可決を経て軌道法第17条を発動するに至ったため 大阪市営化の道を選択せざるを得なくなり、法人としての半海電鉄株式会社は、1944年、昭和19年、3月に大阪市電気局に買収された。なお、半海電鉄が行っていた起動事業は、1944年、昭和19年、4月1日に大阪市営化され、1968年、昭和43年、 9月30日に廃止されるまで、大阪市電半海線、通称三方線として存続したが、それに並行する形で行われていた、宅地開発業についても、同様に、大阪市へ引き継がれた。住野江橋に残っていた、半海電鉄の河川柱、半海電鉄優待乗車券半海電鉄、海水浴業割引乗車券、木津川土地運河株式会社社長の高倉井蔵が、 大阪府西成郡、つもり村、東成郡寺吉村沿線の大地主や土地会社と、はかり、登記を目的として1919 19年8月に、軌道布設を出願した。1922年7月1日、大阪市南区荒橋大阪府堺市、恵比寿島三丁目間の軌道布設特許状がカ付され、株式10万株のうち半分を木津川土地運河の、 株主及びその援護者が引き受ける予定であった。ところが、高倉井蔵は、赤前銀行事件により失脚してしまい、主要株主には、土地会社が占めることになった。半海電鉄と解消し1923年6月2日に、会社設立し、本社は大阪市西区京町堀に設置された。1925年11月にあわらばし、保車小前館の軌道敷設工事に着手し、 1927年10月1日に開業した阪海電鉄のことを新阪海と呼ぶのはこの阪海電鉄が経営する軌道線の東側に開業時すでに南海鉄道軌道線の阪海線が走っていたため紛らわしかったからである1929年3月に三保車小前引く北公園間が1929年10月に北公園前引く 竜神通館が、それぞれ延伸開業した。しかし竜神通浜寺館の軌道不設工事は、竜神通駅のすぐ南を南海大浜支線が通っていたため、なかなか思うように進まなかった。なお同年には、本社を大阪市西成陸つ森13県堀に移転している。1934年7月に竜神通港の浜館が延伸開業した。 また1935年6月1日には、港の浜浜寺間を延伸開業し、全区間が開通した。しかし、並行する南海鉄道本線、高野線、南海機動線との競争や、沿線に人化が少なかったために旅客が少なかったこと、終点の浜寺駅が浜寺公園の一番北の隅に設置されたこと、1934年に室戸台風で被災し、 復旧工事に全年ドル各収入の54%に相当する84,860円もの多額の費用を要したことなど悪条件が重なり、経営は苦難の連続だった。その苦しい経営状況を打破するため、身の終わりま電ん機,機動創設者の小林十三が取った経営手法を真似て、機動線の沿線で経営地と呼ばれる宅地開発を行った。 1938年には本社を、その経営地の一つであった大阪府大阪市住吉区、浜口町の住之江経営地内に、再び移転した。一方で1937年に、日中戦争が勃発すると、沿線にある造船所や軍事工場が活気づくとともに、そこで働く労働者が増加したことによって、旅客輸送量も1年に約10万人というハイペースで急増した。 それまでは夏の潮干狩りや海水浴シーズンのみ賑わう路線であったが、造船所や軍需工場労働者の通勤路線へと変化し、1940年頃になって、やっとそれまでの無配当の状況を脱することができた。阪海電鉄の企業業績は好転するものの、保有車両が少なかったために、機動船の輸送力が追いつかず、車両を酷使したことによる車両故障が、 相次いだ。また乗務員の戦地への召集のため、車両の運転本数も日を追うごとに減少した。1940年1月に17.5両あった、運転車両が2年後の1942年末には13.3両まで落ち込んだ。朝夕のラッシュ時の混雑が問題化し、軍事工場の稼働率にも影響を与えていくほどになった。このことが社会問題へと発展し、 1943年には大阪府警本部から輸送業務改善命令が下された。阪海電鉄はその改善に取り組んだものの車両の増備がままならなかった。阿波羅橋駅に大阪市電との連絡線を設置し、大阪市電基局から二軸単車五両を借り入れるものの混雑の解消にはほど遠い状況で根本的な解決には至らなかった。 道路を管理する大阪府と、半海電鉄の監督官庁である、運輸通信省は、阪海電鉄が抱える混雑を解消するためには、大阪市が、阪海電鉄を買収し、半海電鉄が経営する、機動線を、大阪市電の一路線として編入することがふさわしい、と判断した。そして、大阪市及び、阪海電鉄に対して、合併を半ば強制的に干渉したのである。 これを受け、1944年の大阪市会において、阪海電鉄の買収が可決された。阪海電鉄は1944年3月27日に大阪市に買収され、その全事業は大阪市に引き継がれた。阪海電鉄の軌道線は、南海電気鉄道南海本線の西側に付設されており、大阪市堺市間を結ぶ鉄道線及び軌動線の中で最も、 大阪湾側を走っていた路線であった。そのルートは、大阪府道29号大阪臨海線に沿っており、北公園前交差点で、国道26号と合流し、フェニックス通りが分岐する大浜北町交差点からは、大阪府道204号境阪南線に沿って、浜寺公園の北側まで南下していた。駅名、宿名は、1944年3月27日。 当時のもの、全駅大阪府に所在。1944年3月27日に、半海電鉄株式会社は、大阪市に買収され、あわら橋浜寺間の起動事業を含む、全事業を大阪市に譲渡し、会社を解散したが、近畿日本鉄道南海線、及び近畿日本鉄道半海線と路線が重複して、 再産性が見込めない港の浜浜寺間は大阪市電半海線として運行されることなく、買収とともに休止となり、1945年8月15日付でそのまま廃止された JR 大阪環状線粟橋駅西側の小道橋には河川主事用の金具が高橋通北輝館には当時の河川柱がまだ現存している。掛け替えられる。 以前の、墨の江橋には、河川柱が1980年代まで、現存していた。大阪市営会後の半海電鉄の起動事業については、大阪市電半海線を参照。1919年9月設立、目的土地建物売買賃貸運河経営。日本全国諸外社役員6。第30回、ハット AB、起動特許上下付。 漢方1922年7月11日、赤前銀行事件の波紋堂島帳簿検査結果、大阪朝日新聞1922年12月5日、神戸大学図書館新聞記事文庫、ABCDEF、地方鉄道及び軌道一覧、昭和18年4月1日現在、日本全国諸外社役員6、第34回、軌道特許上をカフ。 関東1928年7月19日、起動状と関東1944年3月31日、ありがとうございます。